岐阜陸軍航空整備学校は日本陸軍の軍学校の一つである。主として少年飛行兵となる生徒に対し航空兵器の整備に関する教育を行った。1943年4月に開設され、学校本部及び本校は岐阜県稲葉郡に置かれたほか奈良県奈良市に同校の奈良教育隊があった。1945年2月、 岐阜陸軍航空整備学校は第四航空教育団に改編され、同年8月太平洋戦争の終戦により、第四航空教育団は廃止となった。ここでは第四航空教育団についても述べる。陸軍少年飛行兵も参照陸軍における航空兵器の整備は、初期には飛行部隊内の材料省一で教育が行われ、1919年埼玉県、 イルマ軍に陸軍航空学校が設立されると同校が教育と研究等を担当した。飛行機等の整備には高度な技能を必要とするため、陸軍では教育効果の高い10代の志願者から試験合格者を生徒として1934年より、所沢陸軍飛行学校に入校させ、現役歌手官となるための教育を開始した。1935年に、 航空関係の技術及び整備を専門とする陸軍航空技術学校が設立され、さらに1938年に陸軍航空整備学校を所沢に新設し、技術文化の少年貸し換候補者教育を移管した。1940年4月、上述の少年貸し換候補者は少年飛行兵と命名された。その後、太平洋戦争の開戦により、 航空兵力の拡大が急務となった陸軍では、少年飛行兵の採用数を増加させ、このため航空整備学校の増設が必要となった。2航空自衛隊岐阜基地の少年飛行兵の石踏み1943年4月、岐阜陸軍航空整備学校の施行により、岐阜陸軍航空整備学校が設立された。学校例の第一条で、岐阜陸軍航空整備学校は、 航空兵器の整備に従事する少年飛行兵及び少年飛行兵と試すべき生徒を教育する書と定められた。学校の編成は陸軍航空総監に隷属、算する校長のもと幹事、本部、教育隊である。教育隊は複数の中隊からなり、各中隊は複数の区隊に分けられた。生徒は教育隊に所属し、区隊を細分した。 内務班で帰居する。岐阜陸軍航空整備学校は、岐阜県稲葉郡、宇沼村の岐阜陸軍飛行学校跡地に設置された。岐阜陸軍航空整備学校令により、同校の非教育者は次の通り定められた。航空兵器の整備に従事する少年飛行兵に必要な教育を受ける。陸軍少年飛行兵学校の卒業者、及び少年飛行兵となることを志願した消防。 4試験の合格者。就学期間は約1年。通常毎年2回入校。臨時に小校以下を招集、誤し、必要な教育を行うこともか。生徒の条件のうち、少年飛行兵となることを志願した消防試験の合格者とは、陸軍少年飛行兵学校における1年間の基本教育を経ずに直接専門教育の各学校へ入校する。 少年飛行兵を討つし制度に採用されたものを意味する。1943年4月、少年飛行兵第14期討つしの生徒502名が入校した。1944年4月、岐阜陸軍航空整備学校は、生徒数の増加に伴い、奈良県奈良市高畑家町の不評第153連帯兵衛後に奈良教育隊を設置し、同教育隊には、 少年飛行兵第16期をつしの生徒1024名が入校した。また同年より第1期の採用が始まった特別幹部候補生の教育も岐阜陸軍航空整備学校で行われるようになった。太平洋戦争は戦況が悪化し、日本本土が直接戦場となりつつあった。陸軍中央では陸軍航空関係の学校を戦力化することを 検討し1944年6月、まず各地の陸軍飛行学校5校と1分校を、それぞれ共同飛行士団に、立川陸軍航空整備学校を、立川共同航空整備士団に改編した。1945年2月、軍令陸校第27号6により、本土に置かれた航空関係の教育部隊が多数再編成された。これに伴って、 陸軍飛行学校2校と陸軍航空整備学校2校が閉鎖され、7、岐阜陸軍航空整備学校はその人員と機材等を機関として第51航空師団霊下の第4航空教育団に改編された。第4航空教育団の編成は岐阜に置かれた男子霊部と4個航空教育隊である。岐阜陸軍航空整備学校の教育隊は 岐阜第一航空教育隊及び岐阜第二航空教育隊となった。編成表上の岐阜第一航空教育隊は10個中隊に分けられ少年飛行兵約1000名、少年飛行兵となる生徒約1000名、岐阜第二航空教育隊は12個中隊で、少年飛行兵約1200名、少年飛行兵となる生徒約1200名を教育するよう定められた。また、 岐阜陸軍航空整備学校なら教育隊は、第四航空教育団のなら航空教育隊となり、六個中隊で、少年飛行兵約600名、少年飛行兵となる生徒約600名を、教育することとなった、8。同年8月、午前会議で、ポツダム宣言の住宅が最終決定され、8月15日正午より、太平洋戦争の終戦に関する玉音放送が、 行われた。8月18日、全陸軍は与えられていた作戦任務を解かれ、各部隊は逐次復員を行った。岐阜陸軍航空整備学校の跡地は、アメリカ軍に接収された後、1958年に全面返還され航空自衛隊岐阜基地として使用されている。岐阜陸軍航空整備学校は、第4航空教育団に改編され、校長は、 航空教育団長となった。岐阜第一航空教育隊岐阜第二航空、教育隊なら航空教育隊、材料省とは、機材の修理、補給、管理などを行う部署のこと。岐阜陸軍航空整備学校例制定の理由には、航空兵器の整備に従事する少年飛行兵及び、少年飛行兵と試すべき生徒の増加に伴え、岐阜陸軍航空整備学校を新設しのが、 教育を行府の要あるにいると記されている。公文類受第67編、昭和18年、第14巻、官職8、完成8アジア歴史資料センターレフ、A030100735000 属とは、固有の上級者の指揮監督下に入ること。単に指揮系統だけでなく、投与、経理、衛生などの全般に及ぶ。 帝国陸軍編成総欄第1巻61ページ、消防とは募集のこと。陸軍では消防の表現を使った。この場合の招集とは、在京軍人を軍隊に招致することではなく、すでに軍務についている軍人を特別教育のため、指名することである。軍令の正式名称は、在内地陸軍航空教育部隊編成、復帰要領、熊谷陸軍飛行学校、 立ち陸軍飛行学校、所沢陸軍航空整備学校、岐阜陸軍航空整備学校の4校が平時編成上閉鎖された。その他に岐阜陸軍航空整備学校を機関としない第8航空教育隊が第4航空教育団の霊下に入った。ありがとうございます。